回は美味しい中華丼の作り方を詳しく紹介します。美味しい中華丼を作るには食材の種類を多く使うことで味や様々な食感が楽しめて美味しくなります。その材料が餡でまとまり一つになることで相乗効果が生まれ旨味が増します。うずらの卵も美味しいですが、目玉焼きを乗せてとろける黄身と餡を絡めて食べると美味しいですよ。それでは作っていきましょう。今回は材料が多いので切る場面は省いています。エビ用2尾とイカ1切れ、豚肉4枚です。玉ねぎ4切れ、パプリカ2切れ、長ネギ5切れ、セロリ4切れ、人参3切れ、椎茸3切れ、キクラゲ2切れ、茹でたほうれん草 5g、 枝豆10個、かまぼこ3切れ、茹でたブロッコリー2個、白菜 30g、 里芋4切れ、なす3切れです。四角く大きめに切った生姜とニンニクを適量。最後にのせる卵です。材料はお好みで選んでください。下味をつけます。エビとイカに塩コショウ、味の素、酒を少量ずつ入れ、卵、片栗粉を入れ油でコーティングします。豚肉は黒コショウ、醤油、塩、味の素を少量ずつ入れ、卵、片栗粉を入れ油でコーティングします。この作業で旨味が閉じ込められ美味しくなります。中華鍋に油を入れ、鍋によく油をなじませます。温まった油に里芋を入れ、じっくりと揚げていきます。里芋が揚がってきたら、ナスを油に入れます。とエビとイカを揚げます。油で揚げることで旨味を閉じ込めることができます。鍋に大さじ1の油を入れます。ニンニク生姜を弱火で香りが出るように炒めます。大きめにカットしたことで香りも強くアクセントになります。さらにネギを加え軽く炒め、残りの野菜も入れていきます。かまぼこは後で入れます。野菜全体に油が回るように炒めていきます。紹興酒を鍋肌から香りが出るように入れます。醤油も大さじ2ほど鍋肌から入れ、香りと香ばしさをプラスします。スープを 250cc 入れます。味の素を少量入れます。かまぼこを入れます。揚げた野菜と豚肉を入れます。
エビとイカは煮ると硬くなるので仕上げに入れました。中華丼は旨煮ご飯と言われているように煮ることが大切です。ですがあんまり煮すぎても水分が出すぎて良くないので軽くで大丈夫です。水溶き片栗粉でとろみをつけます。鍋の底を揺すりながら入れしっかりと混ぜ合わせます。仕上げにごま油で香りをつけます。エビとイカを入れ合わせます。ご飯を皿に盛り、その上にあんをかけていきます。卵を焼いていきます。卵は目玉焼きでも両面焼きでもお好みで焼いてください。今回は短時間でできる両面焼きにしました。卵が焼けたら中華丼の上に乗せます。卵を割ると黄身が流れてきて餡に絡めて食べると美味しいです。今回は中華丼の作り方を紹介しました。味付けはシンプルに醤油を使い、具材を引き立てることで美味しくなります。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理などを紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄までお願いします。それでは失礼いたします。